今日ですね、心拍持ってきました。じゃがじゃんと、はい、めちゃくちゃ受講高いです。文人帳の心拍なんですけれども、まあこの辺からね、取り掛けてちっちゃいミニの心拍作っていければなと思ってるやつでございます。で、こっちは天神にする予定で、シャリ掘って、で、ちょっとシャリ模様みたいなものを入れてるところ。で、針金かけて若干曲げたりとかしてるんですけど、針金食い込んできたり、ちょっとね、葉が伸びすぎてたりするところあるんで、ちょっとした手入れやっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速心拍いじっていきましょうか。今日触っていくのはこちらの心拍でございます。こっちかな、正面はじゃーんと。で、頭は今徒長させてるところ、放置してるって感じですね。で、針金巻いてて、針金がね、若干食い込み始めてる、こことか、ここ、これかな、若干食い込んでるんですよね。なので一回針金外してみて、様子見て、で、あとこの辺下の歯とか綺麗にして、軽いメンテナンスできればなと思っております。針金はちょっとね、切っていきましょうか。バツンバツンいっちゃいましょうか。よっと、下から順に。これ上から切るのと下から切るのどっちがいいんでしょうね。どっちでもいいのかな、決まりはないのかな。やった、若干葉を巻き込んで切っていくスタイル、ね、スタイルじゃないけど巻き込んでもあまり気にしない、ちょっとくらいならね。よっ、いいね。切って、まあ、食い込み状況を確認したいのと、あと針金がね、どこまで効いてるか、効いてるのか確認しようかなと思います。これで一旦全部切り終えたんで、ポロポロ取れるでしょう。はい、外れました。こんな感じで、で、この辺がさっき食い込んでんじゃないかって言ってたところ、ここね、若干食い込んでますね。本当にビビたるもんですけど、型はついてますね。うん、意外にいけてる。で、この辺、このタコの吸盤みたいになってるところが、あのシャリ掘ってたところですね。で、肉巻きが進んできて、少しずつ巻いてきて元に戻ろうとしてます。はい、この辺は全部シャリになった時になんか面白い模様がつくんじゃないかなと思ってやってたところでございます。シャリ掘り増しするか悩ましいね。で、まあ、最終的にはこの辺で取り掛けて、ちっちゃいミニの心拍になる予定ですと。なかなか面白いんじゃないですかね。ただね、ここシャリが出てるんですよね。できればここくっついてほしいんですよ。肉巻き促進して、ここ全部くっついてほしい。くっついた上で、あの、取り掛けたいなと思ってるんですけど、くっつくまでに相当時間かかりそうだなと思って、悩ましいなと思ってるところです。はい、で、下の葉抜いていきましょうか。いらない葉っぱ抜いて、ちょっとだけね、形を整えてあげたいなと思います。向きのおかしい枝とかも抜いていこうかな。この辺はまあ矯正すりゃ、ね、どうにでもなるんでいいんですけど、あと目摘みか、目摘みもやっていきます。ちょんちょんとね、先端を追い込んでいこう。これもね、取ってあげると中の方がまた、俺らが頑張んなきゃいけないんだ、残された俺らがつって、この全体的にね、頑張ってくれると、モコモコになってくれると。はい、こういう目摘みを繰り返して心拍は作っていくと。やった、こんなもんか。画面見ながらだとね、めちゃくちゃやりづらいんですよ。やっぱ生で肉眼でね、この木を見ながら作業するのと、画面を見ながら作業するのとではね、やっぱり勝手が違うんだけど、やっぱね、 YouTube で
この作業の様子を配信するこの環境、立場の人間としてはちょっとこの作業に慣れたいんでね、今練習中でございます。配信しながら練習するスタイル、これもね、5年10年と続けていけばね、きっとね、上手くなるはずなんですよ。長峰さん、よくあの画面見ながら作業できますねつって言われるようになるんじゃないかなと思ってます。何事もね、慣れが必要なんで。盆栽もね、やってりゃ上手くなるんですよ。このちゃんとね、ちゃんとした過程をたどっていれば上手くなるはずなんですよ。間違った道を行ってなければ。ただ途中でやめちゃうと、例えば今夏だから、夏で盆栽枯らしちゃいました、やる気なくしちゃいました、盆栽やめますってなると、もうそこで成長ストップ。ただ枯れても、ちょっとね、今回間違って枯らしちゃったけど、この木からちょっとね、なんで枯れたかっていうのを勉強して、で次の他の残った盆栽たちに生かします、もしくは新しい盆栽買ってきてそいつでまた挑戦しますっていうのを繰り返していれば、まあそのうち上手くなると。あとはその勉強の仕方ですかね。間違った勉強の仕方さえしてなければ、きっと上手くいくだろうということで、まあ結局はやめなきゃ上手くなるんですよ、多分。継続が大事。いつかね、いつか上手くなると信じて継続することが大事だと僕は思います。はい、ってな感じで、ちょっとここ全体的にハース化していこうかなと思います。はい、じゃあ早送りでやっていきます。はい、ハス化し完了しました。これだけ抜いてます。うん、結構多いな。で、ハス化し終わった姿がこちらでございます。カメラが歪んでる。はい、こんな感じね。まあ、針金かかってない枝もあるんで、ちょっとね、見栄え的にはあまり整ってないですけど、まあまあ針金かけてね、静止してあげればなかなか面白い姿になるんじゃないでしょうか。特にこの枝、この枝が少しね、邪魔かな。こんな感じで横に流してあげれば面白くなるんじゃないかなとは思います。全体的に葉っぱ透かしてこんな感じになっております。こうね、こういう下向きの枝とか結構いらなかったりするんで抜いとこうかな。おりゃ、うん、こうやってスッキリするんだよね。よっよっ、これ微妙な、こいつとか微妙なちょんと出てるやつはね、少しずつ抜いてあげると整ってる風に見える。はい、恥ずかし完了でございます。ここからね、秋に向けてまた成長してくると思うんで、なんか雲いる、ちっちゃい雲、おりゃ。はい、秋に向かって成長してくると思うんで、またね、そこで内側から胴吹きダーンと出てきてくれればなと思います。ここはどうしようかな。はい、上の方はね、ちょっと恥ずかしたり、この辺ごっそり抜いたりとかもね、ちょっと考えたんですけど、一旦元気つけるためにもうちょっと少しね、放置しとこうかなと思います。触らずに。で、この辺の削り直しもしないで、このまま一旦放置続けて、いつかね、頃合いを見てこんな感じで切ってじゃない、取り掛けて、ちっちゃいね、こういう
ミニ盆栽が、ミニ心拍が作れたらね、面白いかなと思います。もう少し上まで行っても面白いしね。ああ、こんな感じもいいですね。ちょい県外風なミニ心拍あってもいいかなと思います。はい。いつかね、その形になることを夢見て、今はもうちょっと放置してね、元気つけてもらいましょう。軽くね、幹肌剥いてみたんですけど、まだね、タイミングが悪かったみたいで、すげえ中途半端な感じになっちゃいましたが、やりすぎも良くないんで、これも途中で止めときます。はい、じゃあね、文人町の心拍なんですけれども、最終的にはミニを目指してますっていう感じで、本日の作業は以上です。はい、ということで心拍の手入れ作業が完了しました。結果的にはここはハス化しして、軽くボディの皮剥きかけたぐらいかなっていう感じかな。で、未来の構想とかも、ね、見えてきたんで、なかなか良かったんじゃないでしょうか。この辺は樹形を維持しつつ、あの枝元からの新しい芽吹きを待って、そいつらが成長してちっちゃい小枝をね増やしていくっていうフェーズにしています。で、頃合いを見て、ね、こっち取り木かけて、取り木外した時にこの辺はもう落として、ここ陣にしちゃうっていう感じでいければなと思っています。なかなか面白い木になりそうじゃないですか。こんな感じでミニのね、県外心拍、まあ太さはないんで、まあなんて言うんだろう、迫力には欠けるとは思うんですけれども、それなりに見応えのある心拍になるかなとは思っています。はい、ということで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも楽しんでください。バイバイ。